皆さんこんにちは。中部学院大学理学療法学科で教員をしています菅沼と言います。私は理学療法学科1期生になります。そんな私がこの理学療法学科の魅力を大きく2つ挙げたいと思います。まず1つ目、こちらです。これは、2017年東洋経済オンラインの、生徒を伸ばしてくれる大学ランキング東海地区私立大学第1位となっております。これはですね、生徒を伸ばしてくれるということなんですけれども、教員が理学療法の、研究だけでなく生徒の立場になって非常に熱心に教育に力を入れているというのが魅力かなと思います。ですので先生方が非常に優しいですし、熱心に、教育の方に力を入れて、おります。二つ目はこちらです。これは理学療法学科の同窓会活動の開放誌です。これは年に1回発刊していまして、うちの理学療法学科では卒業してからの動向とか勉強会の様子などをこのように写真を載せたりしながら、卒業してからも情報交換をしています。ですので、皆さんが在学中だけでなく卒業してからも在学生と卒業生が情報交換をする機会を年に1回勉強会ということで、機会を設けていますので非常に仲がいいというのがうちの理学療法学科の魅力かなと思います。教員の先生方が皆さん優しいということに加えて、学生同士も仲がいい、そして卒業生も仲がいいというのが、理学療法学科の大きな魅力じゃないかなと思います。ですので皆さん中部学院大学理学療法学科をよろしくお願いいたします。バイバイ。